はい、日本猫の愛ちゃんの便検査です。便とあったかい生殖塩素を混ぜて今400倍に拡大してます。まあ、腸内細菌の様子と、あとは何だっけな、原虫ですね、ジアルジアとトリコマスの原虫がいるかいないかの検査ですけど、まあ原虫はいなさそうですね、この便にはいたとこ、はい、細菌もそんなに、そうか、これ昨日のインスタもなんだか細菌が動かないの、そんなことあるの。はい、じゃあ100倍、40倍で、これで寄生虫の卵があるかないかを見るわけなんですけど、まあ線虫の寄生虫の卵ですね、まあ、直接法ではないと。次、無消化反応。無消化反応は、まあ少しあります。無消化反応は少しあります。はい、であとそのまま浮遊法。浮遊法っていうのは、便を比重の重たい液体で溶かして10分間放置して上に浮き上がってきた液体を顕微鏡で見ます。そうすると寄生虫、特に線虫の卵があればかなり高い確率で出ます。いなさそうですね。はい、いません。そうするともうリコちゃんのいらないよな、うん、まとめると、未消化反応がちょっとあって、腸内細菌層はちょっと普通、原虫いない、それから浮遊法でも寄生虫で卵ないと。はい、以上です。